ジョージ・ターナーは、イングランドの風景画家、農場経営者、ダービーシャーのジョン・コンスタブルとも呼ばれた。ターナーは、イングランドのダービーシャーにある、クロムフォードで生まれ、後家族と共に、ダービーへ移った。彼には若い時から音楽と絵の才能を発揮した。それは仕立て屋でありながら、海外に強く惹かれていた父、トーマス・ターナーの励ましがあってのことだった。 ターナーはもっぱら独学を続けて、職業画家及び絵画教師となった。ダービージャーの静かな風景ターナーは、中世ダービージャーに住み続けた。1865年にエリザ・レイキンと結婚し、バローアポントレントのウォルナット農場で、時売り農場経営者として働きながら4人の子を育てた。1900年にエリザが没すると、彼はカーク・アイルトンへ移り住み、 のちかが仲間だったケイトスチーブンス・スミスと結婚した。彼らはアドリジ兵に今日構え、ターナーは1910年にそこで没した。息子のウィリアム・レイキン・ターナーもまた聖望のある油イの風景画家となった。ターナーは、油彩で主に彼の出身地であるダービーシャーの田園風景を描いた。その何百枚という絵は、機械か、自動車か。 都市化が訪れる前のイングランドの田舎の情景を映した貴重な遺産である。彼の作品はノッティンガムとバーミンガムで展示された。彼はダービー美術館で芸術部門の委員を務め、彼と息子の作品はダービーの所蔵になっている。ありがとうございます。